どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ダークソウル2ブレイス再開していきたいと思います。前回エストビンのかけらをね取っていたので、エストのかけらを取っていたので、エストビンの所持量4まで増やしましたよ。イエイ。ということで今回またプレイを再開したいのですが、ファロスの石を前回で手に入れたので、それでショートカットできるところなんか仕掛けあったりとかするんじゃないの、ということでちょっと探してみたいと思います。いくつか心当たりが実はあるのですが、ここだったかな、なんか回せるような仕掛けがあって、それにセットできるのではないかなという気がするので、ちょっと探してみましょう。あれどこだったかな、ここじゃなかったかな、ここは扉があってっていうところですよね。ここじゃなくて向こう側かな、なんか血が大量にあってなんか書かれていたところがあるので、そこだと勝手に思ってるんですけど、見てみましょう。あとちょっと見てみたいことが一つあるのですが、どこだったかな、こちらのイベントリーでと、この装備してるやつですね。現在ちょっと待ってね、別に耐久力減ってないよね。あの60、30とかいうのが普通の耐久力ってことでいいんだよね。別に減らないのか。あ、これで見れるのか、重量。耐久力、現在耐久力、耐久度、強い重力ってか、かかる時すぐに耐久度は元に戻るが、壊れた場合は修理が必要。あー、壊れると修理が必要なのか。だから知り合いがなんか修理がどうのこうの言ってたのか。了解した。じゃあ壊れる前に何とかしろってことか。わかった。さて、ではもう一箇所ね、行ってないところがあるので、ちょっと見てみたいと思います。あと、現在行っていた森のエリア以外にも、こちらにも行けるエリアがあったのを思い出したので、そちらも先に探索してもいいかもしれないですね。これがあの石をセットする場所なんではないかなと思ってるんですが、仕掛けが動かない。仕掛けが動かないのはいいんだ。では、この石をセットできるんじゃないの？まとめて配置する。あ、ダメだ。どうするんだろう。ここでセットするわけじゃないのかな。これ要は回すとあそこのアイテムが取れるってことでいいのかな。ファロスの石、仕掛けを起動させる石、待ってね、ここにセットできる、できるということは、ダメだな、使える気配がない、使える気配がないので、ちょっとこちらに行こう。さて、あの森の方の残りを探索したいんだけど、その前にこちらでかがり火を一つでも見つけられないかなということで、ちょっと行ってみたいと思うよ。ただ道中にデカブツがいたので、あいつを倒せるかどうか微妙だな。まあ一回ダメ元で行ってみよう。死んだら死んだでいいさ、1、2回ぐらいね。ここでこれを引いてと。じゃあこのファロスの石はここで使わないか、一定の条件を満たしてからでないと使えないかのどっちかだな。あとあと調べればいいだろう。とりあえず入手したんだからそれでよしとしよう。道中に敵かなんかいたっけか。いないよな。ハイデ大灯台とかで大火と、これだ。こいつがすごく気になるんだけど、これ敵じゃないのかな。生きてるし、特に何もできないから多分敵ではないんだと思うんだけど、こいつか、あの飛んできたやつ。あ、かがり火あるよ右に。全力でする、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 かがり火オンファイレット、休む、帰るよね。よし、はあ、ワープできるようになった、素晴らしい。助けてくれ、この先ボスがあるぞ。嘘でしょ、ここにボスいるの、嘘でしょ。何、さっき回り込みが有効だ、でしょうとも。あ、だよね。あ、ちょっとダメージ入られる、嬉しい、嬉しいけど死ぬな、これ間に合うかな。はい、アウト。残念、その鎧くれよ。はい、失礼しました。ってことで、あいつ倒せそうではあるけれど、あれパリーできるかな。グレートソード、これが欲しいね、これが欲しいの。どっかで売ってねえかな、本当にグレートソード。知り合いにあれどこで入手するのって聞いとこうかな。さて、こいつをなんとか
ぶっ叩きたいんだけど、3発目の後だな。違う、3発目じゃない、4発目だ。月やってくんのかお前、嫌だなそれ。これは大振りだからいけるか。あんまりいい感じではなかったな。はい、 OK。 400か、微妙だな。ここでこいつを借り続けてもいいが。リートライバル久しぶりの。あれ、こいついろんなところにいるけど、なんだ、倒した方がいいのか。あ、やったぞあいつ。いいのか、いいのかあいつ叩いて嘘だよ、嘘だろ。あれ、防御、防御で削られるスタミナの量がこいつの大きさのあれに見合っていないな。あ、別に俺はいいけど。ほらほら、回避できてる、素晴らしい。やばい、調子に乗った、調子に乗った俺。はい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 、痛い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 。嘘だと言ってよバーニー。はい、よっと。やはり敵マークが来てるし、やるか、やるかあいつ。やめとこう、なんか嫌な予感がする。攻撃してこないやつは攻撃しないようにしよう。あとなんかイベントで助けてくれるとかアイテムくれるとかかもしれないし。名もなき戦士のソウル、人の像、人の像をやけに入手できるな。おいおい、敵からドロップかな。またお前か、お前の何とかする方法を本当思いつかないとな。無視できたなこいつ。2発、やばい。痛い。これは先に進む前にエストピンが切れてしまうパターンだな。ただこいつらくれるソウルの量がなかなか多いので、ちょっと強化に使えそうだな。嘘でしょ、あれ当たったの。当たらない距離だと思ったんだけどな。なんか入手、ひび割れた青い瞳の、青い瞳な、なに？あいつ倒したらなんか出たぞ。ロイドの護符。ああ、エストビンが使えなくなるやつね。聞いたことある、俺。ごめんなさい、序盤でちゃんと出てましたよ。なんぞ、これ。仕掛け起動。え？おう、おう。ふむふむ？これで通れる距離になったぜ。やったねってことか。この先冷静さが有効だ、評価する。行くか、冷静さが必要だったよ。この先旅込みが有効とかで言うんだろ。遠距離攻撃が有効だ。ここからあいつ始末しろっていうのかお前。いい考えだ、いい考えだか。俺は矢がないんだ、弓はあるけど。嘘でしょ、2体いる。1体だけ呼べねえかな。1体だけ呼ぼうぜ、1体だけ。3体、そんなバナナ。ちょっと待って、我に投げないふわり。そうだ、後ろのやつら身構えたで。おい、来いよ、来いよ、ブルダス。来いよ、剣なんつってかかってこいよ。あれ、後ろにいたやつら違うな、体験背負ってんのか。その剣くれよ。お前、そこら辺落ちないかな。こっちで戦おうぜ。あ、あんなところよくねえよ、お前もそう思うだろ。ここすら広くないんだけど、まず。やばいあと一発で死ぬところだったマジで、マジで死ぬかと思ったどうすればいい、俺はどうすればいい。逃げればいいのかな。これはこんな七に自ら飛び込むようなことは俺はしたくない。攻撃力が上がってからにした方がいいのか。ここどうすればいいよ。別にあいつらを無視して進行はできるけど、その先に明らかにもう一体いるんだよ。こいつらしかいねえんだったらなんとかするけど、俺一旦戻ってレベル上げるか。かがり火どこだ、あったあった、かがり火。こいつら多分復活するよね、いざという時は。我に策ありだよ。ここら辺でこいつらをいなくなるまで借り続けるっていう手もあるよね。普通にこいつだけ買っとこう。
ちなみにご覧の通り、こいつら実は結構やれやすい部類なんじゃない、敵としては。見た目ほど攻撃力高く、攻撃力じゃない、ごめん、 HP 高くないんだよね。だからといってバンバン倒せるかというと微妙だけど、もう一体倒してレベルを上げられるまで経験値というかソウルを入手しようと思うよ。だよな。はい、 OK。 ちょっと下がる。だよな。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょっと予想外に敵の HP がちょっと残っちゃったね。いけるとばかり思ったんだが、ちょっと残ってしまった。これで2レベルほど上げられるかな。ステータスを確認。今現在必要なのが1217か。多分次のやつで足りなくなるかな。もう一手変わるか。ここを行き来して下手するとちょこっとレベルを上げた方がいいかもね。おいおい、まあそれは先の話だ。とりあえずマデューラまで飛ぼう。さて、どこから手をつけたものか。向こう側に騎士がいるじゃないですか。森側のちょっと強めの騎士、あいつらを多分2発で倒せるぐらいまで攻撃力できれば上げたいんですよね。一番の近道がこの剣を強化することなんですけど、ぶっちゃけそれで一発でいけると思うんだ。ただそれをするぐらいだったらちょっとこちらの強化を行ってしまいたい。あそこにソウルはつぎ込みたくないよな。ちょっとこれ豚さん一体狩ればいけるんじゃね。まあ、豚さん狩るぐらいだったらちょっとソウルを、弱いやつを一つ使っとこうかな。名もなき戦士、名も知らぬ不死のソウル、これが一番低いやつか。収入を取得する亡者となっている、これかな。これが多分一番弱いやつのはずなので、これ使う。200か。それでもなかなかだ。ぶっちゃけあれを大量に使用してしまえば何レベルか上げられるんだが、レベルアップ、我に力をってことでこっちでアップだ。攻撃力がなかなか上がっているな。はい、よっと、ちょっとソウルが余った。さて、なかなか強化もされたので、とりあえずリベンジで森の方行こう。ハイデの塔がやっぱり後の方に配置されてるってことは後で行ってくださいね、だってことでいいのかな。古竜院の杖、あれ杖っていうかメイスじゃね、形状メイスだよね。この神聖なる杖でぶったたいてやる的なあれですかね。まあお慈悲をって言い始めますよね、間違いなく。さて、ではこいつらだ。相変わらずやることは変わらない。倒せる、あの 少数というか、もう少し叩かなくてはいけない回数を減らしたかったんだけど、なかなか成功してないねこれ。はい、ああダメだこりゃ。はい、例によって例のごとく、ここでエストビンを1個ガブのみ。あんま変わってないね。ってことで、こちらのやつも一応始末しとこう。始末理由、お金。こいつは比較的安全に倒せるのでね、やっとこう。エストビン3つだ。1個増えてるからな。使ってないようなものさ。そう、きっとそう。なんやかんやで、所持しているエストビンの数が、前作の序盤のエストビンの所持数みたいな感じになっているよね。ずっとというか長いことを1個になるのかなと思ったら、そんなことはなかった。さて、このデカブツも早めに倒せるようになっているはずなのだけど、まあそんなことないだろう。1体確か追いかけてくるよな。あ、やべえ、やっちまった。あ、来てる、ダッシュで来てるよ。もう1体向こう側から、明らかにおかしなぐらいダッシュしてるよ。ほら来た、空来たことか。痛い、ちょっと、はい、倒した。やばい、痛い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 と。はい、今だ。ほっと、左側から右へ振るあの速い攻撃出なくてよかったな。ちょっと追撃してる時に思ったんだけど、まあやっちゃったかなっていう感じがしたよね。さて、ちょっとこれを整理しておくか。こんなもんでいいだろう。相変わらず松明の使い方がいまいちなんだが、使い方は後で覚えよう。
さて、この上にいる敵は無視でいいか、上に行くと余計なことになってしまうからな。数が多すぎる。上はとりあえず1体ずつ行きたいところ。こいつの炎が辛いが、まあいいだろう。ギリギリ攻撃力を上げてるだけはあるけど、上がってね気がするな。攻撃力の計算がいまいち分かんないな。向こうだと60なんとかっていう表示出てるんだけど、こいつら200ダメージとか入ってんだよな。倍じゃねえか。どうなってやがんだ。あれか、技量と筋力による攻撃の表示があるから、その両方を合わせた値が攻撃力になってるのか。要はちょっと確認、ここダメージ入らないよね。攻撃力、技量と筋力っていう、筋力と技量っていうのが66と61ってあるじゃないですか。あれのトータルが攻撃力ってことかな。あ、そうですね。右手武器、右攻撃力162と出ている。では合っているわ、多分それだ。合わせた数より多いけどね、パッと見。ここ大量に敵が来そうだな。まあ来るんだろうな。来いよお前ら、来いよ。何、どこどこどこさ、来いよお前ら。どうせ向こうの奴らも来るんだろ。そう、今のうちに何とかしてやるさ。来いよお前ら。来ねえぞこいつら。最悪のパターンだ。樽が爆発するってか。樽が爆発してるのか、あいつの攻撃で爆発してるのかよくわからん。音量的に樽が爆発してるような気がするんだが、違うな、あいつの攻撃だなこれは。はい、なんとかしました。まずは敵の人数を増やしておこうじゃない、減らしておこうか。嘘だろ、なんだ今の爆発は。飲もう。この樽やはり爆発するのか、それでいいのか。気のせいか、どっかで見たようなところに着いたな。お前が何かやってくる前に俺はお前をやる。なんだ、なんであいつら木を攻撃してるんだ。危ない葉っぱでもやったのだろうか。アイテムあるな。ライトクロスボウ、お、素晴らしい。ちなみにボルト持ってるからな。クロスボウはどのぐらいあればいいんだろう。筋力と技量、嫌な予感がするので落ち着いて入ろう。うん、あそこにアイテムがあるのは見えているけれど、明らかに落ちるな。落ちて死んだ形跡があるんだが、この先攻撃が有効。こいつのことか、ツルスベイシ。松明に火をつける、どうするかな。剣構えたやつが1体、宝箱が1つ、2体いる。速攻で倒せるか、行くか。もう一人車に始末する。よかった、やっといて。もう一発、よし。とりあえず個数というか人数減らせばなんとかなるだろう。はい、オッケー。ふう、なんとかいけたぜ。ほっと、何が出るかなと。鎧継ぎ、下級兵の兜。鎧継ぎってエストックか。エストックっていう名前の別の剣ありますけど、あれの種類ってことですよ。あそこに宝箱か。ここなんか爆発してたところですよね。ダメージ入る、入るわ。普通に落ちればダメージ入るね。どうしたものかな。あそこにたむろってる兵士助けるか。向こう側死ぬフラグ立ってるからな、俺行くと。助けるか。あ、兵士が上にいるかと思ったら違うわ。こいつらおかしくなってるだけか。さっきチラッとなんか見えたなって気がしたんだけど、気のせいだね。はい、オッケー。なんでお前らこの剣来たたいてたんだ。この木何があるって言うんだ。生きてる、生きてる。バグった、違うわ。石、しかし何も起きなかった。向こう側にアイテムあるけど、
ゆえも知らぬ不死の僧侶。右足？足万歳。蹴れってこと？待って、蹴るにはどうするんだっけ？蹴る？蹴るのはどうやるんだ？こうして装備何もなしにして、違うな、ダッシュでパンチではないな、わからん、ちょっと待ってね、違うとは思うけど、全く想像もつかないな。蹴る方法があるのだろうか。よし、わからん。多分違うだろう。さて、これの装備条件は筋力13か。筋力何やかんやで13あるぞ、俺。こいつはいい。ならば、弓矢を使うよりあれを使うか、クロスボウ。ただ、クロスボウ前作で言うと、狙いがつけられなかったっていう残念な点があるんだよな、確か。さて、ここに足万歳とかいろいろと書かれてるけど、よくわからないよね、このマシン、これ。さて、左へ行くか右側へ行くかだよな。右側の、あの大量に敵いるところをここだよね。なんとかくぐり抜けられるならいいんだが、はい、だろうとは思った。ああ、こいつらこれでも死ぬんだ。おっと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 、はい、なんとか運よく隣のやつにも当たってた。はい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 、ほっと、デスト瓶を1本、火炎瓶入手。待って、入れるよね、やっぱり。要はこれの仕掛けのせいだよね、多分あれだったのは。あ、俺も使えるんだ。どこ、これ階段を下ろすとかショートカットができるようになるとかないよね。とりあえずアイテムを入手しよう。あ、これいいアイテムじゃないんじゃない。強いソウルの、あ、魔法だ。でも白の節のソウル、青のも送ったって、青印のやつはなんか前作だと確か魔法に対してのボイルが高いとかだったんだけど、違う。あ、普通に今使ってるやつより有用ですね。重いかな。でも重量どこだ、変わってねえや。何かに対してコイルが低いっぽいけど、どれだこれ。闇属性のダメージをカットする。あ、闇属性、闇属性って何さ、何さ。さて、これをちょっと装備しておきましょう。で、ちょっとついでに見てみたいんですけど、これ何。能力補正、物理防御力、プレイヤーの物理防御力が防具の性能に影響する度合い。うん、プレイヤーの物理防御力、俺の物理防御力が関係しているのか。なるほど。よし、この青盾使えそうなので、普通にこれにしてしまいましょう。なんかこれ、デメリットとかあるのかな。ああ、間違えて取っちゃった。説明読んでみよう。振るから疲れる木盾。物理カット率や受け能力は金属の盾に劣るがとても軽い。非力なものであっても容易に扱える。ぶっちゃけ金属製の盾をこれしか持っていなくて、さらにこれそんなに威力良くないので、まあ、あれでいいかな。物理カットってこれだろ、物属性ダメージをカットする割合。いや、全然この盾の方が今使ってたやつよりいいですよね。これでいきましょう。で、どうするのさ。無駄。無駄って逃げても無駄だよっていう意味かな。下に何があるのか見えない。普通に怖いな。ここに入ると閉じ込められるとあいつが言ってたから、ちょっと喋ってみるかな。ここじゃなくて向こうだよね。あ、でも閉じ込められるってこっちのこと言ってたんだっけ、こいつ。うん。ああ、あれで救いを求められるやつか。いいね。通り抜けられないよね、そりゃ。死んでしまったからね、向こう側で。では、向こう側に行くには、こちらを通って行けってことかな。
なんかハードだな、ほんと。あと数レベル上げられるぐらいソウルが溜まってるので、戻りたい衝動に駆られてるよ今。大丈夫だ。あ、ここならでも戦えた。ミミックの可能性が非常に高いな。この先ローリングが有効。大丈夫なのこれ、普通の宝箱だよな。あ、だからローリングか。あ、でもアイテムがないわけではないのか。おかけら入手1個かよ。この先攻撃が有効。ここ攻撃が有効って言われて攻撃が成功した試しがないんだけど、壁前はね、壁が悪徳が何個かあったんだけど、何これ、パラソル石を使いますか。イエス、何が起きたの。パロスの石を使ったけれど何かが、ああ、これか。攻撃有効だった。あ、こうしないとダメなの。最後か。ここじゃない。この先に擬態注意しろ。評価する。レバー評価する。レバー擬態に、もうミミックだよねそれ。こいつはミミックじゃないってこと。アイテムだ。ああ、強化用の石ですね。ちょっと待って、ミミックだったら攻撃だよね。もしかしなくても一回開けないとダメ。やるよ。お、違うわ。あ、緑花に、あ、待って、これスタミナ回復するやつ。嘘でしょ、こんな序盤でスタミナ回復速度がある。これだ、すごい。前作で終盤でしか手に入らなかったやつだ、これ。あと俺もう一つ指輪持ってる。いつの間に？青い印。青い人に与えられる契約の指輪。装備者はわずかではあるが、HP が増加する。青鏡という信仰は本来存在しない。それは救いを求める人々の間に生まれた小さな祈りである。おー、いいね。なんかこういうストーリー凝ってますよね。で、これを装備。おー、あったあった。これスタミナが回復して、攻撃をしやすくなるわ、防御をしやすくなるわで、かなり有用なスキルですね。やった。この際攻撃が有効。開く。こちらからはいかない。開かない。開いた。あ、やばい。数が半端じゃない。数が半端じゃないよ。間違えて二刀流というか二つ持ってるよ俺。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。イエーイ、エストビンガブのみな、お前ら早いよ、ちょっと早いよ。攻めて片方、攻めて片方。よし、いけた。これで勝つる。勝つるかどうかともかく、しかしあの指輪を先に入手しておいてよかった。いやー、いてていてよかった。お、ウィングスピアだ。おー、これは射程距離の長い武器を手に入れたぞ。装備できない。全然足りない。そしてそろそろ現在使っている剣が折れそうだ。折れそうというか折れるはことはないんだけど、折れた族の剣、これ装備しちゃおうかな。これちなみに横で装備してても重量上がる？上がるよな、そりゃ。このままこれ使い続けるか、どうする？そろそろ本当にギリギリだな。変えるか。探検か、探検しかないのか。これ探検って感じ、ダガーって感じじゃねえな。普通にでかいぞ。月じゃねえや。使い方同じだしな。あ、これ今使ってるやつと同じやつだ。間違いだ。これだよ。あ、ダガーになった、ダガーになった。ほら見てよ、この素早さ。ほらほら、見て見て。開こうか。生命の指輪。おお、今持ってる指輪と同じやつかな。生命の指輪。あ、同じやつだ。複数装備できません。なるほど。だよな。序盤で手に入れたやつですもんね。そりゃまあ。で、まあ、これはアイテム入手できたとかは、それはいいんだけど、どうするの？それで。一旦戻るのかな？あとは上の方ですよね。はい、とりあえず、かなり強化はできたからいいんだけど、おー、なんか人死んでる。死んでたやつが、ちょっと浮いた？一瞬。なぜだ？
これどうやって向こう側行くんだろう。あの上からどっか行けるのかな。うーん、何もないな。あー、待って、いるよね、だとは思ったけど。ふう、気管の骨、気管するか一旦。なんか一体敵が勝手に自滅したぞ。よし、エストビンなどが今回はないので一旦気管しよう。しかしなかなか進行できないな。ここら辺に高いかがり火があるの確認すればよかったな。かがり火あるかもしれないじゃないかな俺。しょうがない、やっちまったものはしょうがない。次回でここら辺にかがり火がないか探索してみよう。おそらくあるんじゃないかそろそろ。さて3000ちょいあるんだけど、このおばあちゃんが売ってた何かを買えないだろうか。ダメですね。次のあの石が4000か。世知辛いね。そうですね。で、だちょっと確認をしたいんだけど、やはりあの取った石は使用してますね、すでに。たちの世界で繋がりを完璧なまでにツルツルですべすべ。完璧なツルツルですべして使用すると H を回復する。この人たちに求めるものがこの地にいるかもしれない。どこだかわかるわ。確かに求めてる方がいましたね。さて、ではまた町の方に行った戻ろう。マデューラに GO だ。さて、マデューラに戻ったので、とでレベルアップだ。やっちゃおうぜ、どんどん。で、ここで生命力を上げた方がいいのだろうか。2レベルほど上げられるんだけど、すげえ生命力上がるよね、これ上げると。すげえ上がるけど、まあここは筋力だろう。男は黙って筋力を上げるべきだ。あのウィングドスピアを装備するためにこちらに振ってもいいんだけど、どちらの方より攻撃力上がるかな。やはり下だよな、そりゃ。それほど攻撃力は上がらないんだけど、攻撃力、筋力という値がかなり上がるよね。あれどういう仕組みなんだろう。さて、こちらにちゃちゃっと振ってしまいましょう。はい。さてと、では今回は一旦ここで終了とさせていただきます。次回は先の方へ進行したいと思います。アイテムなどもかなり取ったし、この指輪が揃ったのがいい感じですね。これ持ってたのに気づかなかったんだけどね俺。この緑の指輪いいですね。これ前作の本当終盤の方で入手したやつなんですけど、かなり効果がいいものなんですよね。もうスタミナの回復速度が上がるっていうのは本当に重要なので。さて、では今回はここまで。また次回でお会いしましょう。ホビドアでした。次回ではぜひともボスのところまで行きたいですね。